敷地計画の例敷地計画は、ランドスケープ計画であり、そして与えられた敷地に対して提案される改良計画に関する詳細な計画、設計図である。敷地計画では通常、建物の設置面積から移動路、駐車場、排水施設、衛生施設、歩道、照明、そして庭やエクステリア、ランドスケープの要素の配置計画も示す。 そのようなサイトの計画は、建物、駐車場、ドライブ、造園及び開発プロジェクトの部である、その他の構造の配置のグラフィック表現である。敷地計画は、建設受け負い業者が資産を改良するために使用する一組の建築図面で、自治体は開発計画が満たされていることを歴史的な資料として確認するために、サイト計画を使用することができる。用地計画は、 多くの場合、技術者、建築家、造園家、または土地測量子のいずれかの免許を受けたものである建設コンサルタントによって作成されなければならない。用地分析は、用地計画、調査、分析、及び統合を含む都市計画の一形態としての準備段階として完成させる蓄積であり、特定の敷地に関連する基本的なデータを主に扱うが、トピック自体は、 建築、造園、工学、経済学及び都市計画の境界に分岐する。サイト分析は、サイトの計画設計重要要素であったが、都市計画研究者である、ケビン・リンチは、サイト設計における8サイクルステッププロセスを開発した。この、ステップの第2ステップは、このセクションの焦点である、サイト分析である。敷地計画。 サイトプランは一定の縮尺で描かれた不動産の平面図、配置図である。サイトプランには次のものを表示できる。造園、ランドスケープアーキテクチャー及び建築における敷地計画とはランドスケープデザインプロセスの組織段階を指すが、これには土地利用のゾーニング、アクセス、流通、プライバシー、セキュリティ、避難所、土地の排水及びその他の要素の編成作業が、 含まれる。地形、植栽、水、建物や舗装などの構成要素を配置することによって行われる用地計画は一般に用地分析を通して開発のための潜在的用地を評価することから、始まり、斜面、土壌、水門学、植生、土地区画の所有権、方向などに関する情報が評価及びマッピングされる。 開発に乏しい領域と開発に適している領域を特定することで、計画担当者、または設計者は最適な場所を評価し、こうしてこのスペース内で機能する構造を設計できることとなる。輸送計画は、輸送施設の立地に関わる分野である。輸送計画は、歴史的に目標と目的を定義し、問題を識別し、代替案を生み出し、代替案を評価し、 そして計画を策定するという合理的な計画モデルに従ってきたが他の計画モデルには合理的な主体、満足、全身的計画、組織的プロセス及び政治交渉が含まれる。現在では特に環境保護の重要性が高まっているため、計画担当者は学際的なアプローチを採用することが期待されている。 例えば行動心理学を使用して運転手が自分の自動車を放棄し代わりに公共交通機関を使用するよう説得するなどである交通計画担当者の役割は現在技術的な分析から統合的な交通政策による持続可能性の促進へとシフトしている現代の輸送計画者はいない今日の両方の技術的熟達と政治的に抜け目のない 現地交通する必要がありる。448-2005年7月27日。都市計画は都市化された自治体及びコミュニティの構築された社会的環境の非常に広範囲の側面を調査するために土地利用計画と交通計画の分野を統合することである。さらに地域計画はより詳細ではないレベルで、そして大きな環境を扱う。 ローマ時代からの都市計画の起源に基づいて、現在の学問分野は、大学から大学への学際的な戦略的な位置づけによって異なり、都市計画、建築、ランドスケープの学問分野の相乗効果を再検討する必要がある。類似の後に、ランドプランニングがある。これは分譲などにより、複数の敷地に分割される大規模な都市開発の物的計画のことで、 ガレットエクボの定義などから単一目的の開発のための計画である敷地計画の複数集合体であるということもできるとしている。ありがとうございます。